装甲兵員輸送車は、車内に人員を乗せて走行する、軍用車両。不評を乗せることが多いため装甲兵員輸送車と、訳されるが、民間人を乗せることもあることや、言語のパーソネルから、装甲人員輸送車と訳されることもある。類似する、不評戦闘車が、積極的な戦闘参加を想定していることに対し、装甲兵員輸送車はあくまで輸送が、 主任務である。自動車が発明されると、これを軍事利用しようという動きが生まれた。また、第一次世界大戦のマルヌ海戦において、フランス軍は、パリ市のタクシーをすべて徴用することで迅速な、兵員輸送を行うことに成功し、ドイツ軍を撃退している。前者としては、補給部隊の効率向上策だが、後者の例では、前線近くまで兵員を輸送しており、 鉄道のないところに、機兵以外の部隊を迅速に投入できるという利点を認められた。これにより、第一次大戦以降、各国軍は、自動車で移動する自動車化風評部隊を、創設するようになる。用いられたのは、走行のない大型軍用トラックであり、巻き込まれる場合を除いて、砲火を交える戦場に、自動車が入り込むようなことは想定されていなかった。 これは、自動車はあくまでも、前線までの移動手段で、戦闘地域の前で降車して、徒歩戦闘に移るという考えに基づく。軍用トラックであっても、不正地層破能力に乏しく、戦場の真っただ中で立ち往生することが危惧された、ためである。なお、第一次大戦時のイギリス軍の菱形戦車の、バリエーションである、マーク9戦車が、 世界初の早期式走行兵員輸送車とされている。マーク9はエンジンを車体前方に配置し、車体中央に荷物10トンもしくは、不評30名から50名を収容し、天井を含む前面が走行に覆われ、車体側面に上高扉とガンポートまでついていた。先進的な設計であったが、急戦までに3両しか完成しなかった。 早期式の M113 第二次世界大戦前に生まれた新しい戦術思想により、不評部隊は先陣を切る、走行早期車両に随伴することが求められ、より機械化が促進される。しかし、自動車化不評に与えられていたトラックは無防備の送輪式であり、その任務に就くには、アクロでの機動性能や防御力に問題があった。これを解決するため、 トラックに無限軌道と走行を施した、反葬機車が作られ、ある時は兵を戦場へと運び、ある時は兵を砲弾破片や銃弾から守った。ただ、反葬機車でも、アクロでの軌道性能に劣るため、第二次大戦後には、葬機車が開発され、走行兵輸送車という名も定着していった。APC は、主に自衛家機としての機関銃を装備するが、 冷戦中に 20mm 口径以上の機関砲や対戦車ミサイルなどを装備した不評戦闘車が開発され兵員輸送車両にも戦闘参加が求められる機構部隊に重点的に配備された。一方で近年では旧式やイフフの火力を量駕する 30mm 機関砲を装備する APC が登場している。総輪式のアムブ現在では整備性の向上呼び 取得、運用コスト低減のため送輪式の走行兵輸送車が登場している。しかし、摩擦抵抗の少ない車輪の物理的特性から、舗装された道路を走る分には、効率が良い反面、不正値を苦手とするため、本格的な野戦には向いていない。NATO 加盟国における APC の配備状況は、ピラーニャ、パトリアア・ムブ、M113 走行兵輸送車。 パンデュール2、ボクサー総輪走行車、バイソン、BTR-80、BTR-60、VBMR、サ -180 走行兵移入走者、FV432、FV103。スパルタンであり、その大半以上が、総輪式である。また、アメリカ陸軍では、ストライカー旅団戦闘団と呼ばれる、緊急展開部隊に、総輪式 APC を、 重点配備している。また、その大きな積載能力は同一の車体を流用した様々な用途の車両を生み出し、一つの武器ともなっている。近年の地域紛争においては、市街地を行動する装甲兵員輸送車も対戦車ロケット弾や即席爆発装置の攻撃にさらされることが多く、防御力の向上が図られている。BTRT や、 アチザリットなどのように、旧式の戦車を回収することで、高い生存性を持つ APC とした車両も登場している。ただし、これらでも、地雷やアイドを完全に無力化するのは難しく、経済的コストも低い円ラップが登場することとなった。アメリカ合衆国イギリスイスラエルイタリア王国、イタリアインドウクライナエジプトオーストリアオランダギリシャ。 スイス、スウェーデン、スペイン、ソビエト、連邦、ロシア、韓国、中国、中華、民国、ドイツ、ドイツ、オランダ、日本、フィンランド、ブラジル、フランス、ポーランド、チェコスロバキア、南アフリカ、ユーゴスラビア。ありがとうございます。